俺の名前は川越良平。今日は妹の理恵の結婚挨拶に来ていた。両親は理恵が12歳の頃に蒸発。片方が蒸発なら聞いたことがなくもないが、両親揃ってとは随分勝手な話だ。だから理恵は12歳の頃から俺がずっと親代わりになって育ててきた。苦労させてきたと思うし、寂しい思いもさせてきたと思う。そんな妹も24歳になり結婚するという。なんだか感慨深いものがあった。ずいぶん高そうな店で結婚挨拶するんだな。もう気にしすぎだよ。大丈夫だって。そうだといいけどさ。俺の不安は的中することになる。はじめまして、雄大の父の天野豊明です。理恵の兄の川越良平です。今日はわざわざお越しいただいて。ああ、いいよ、そういうのは。突然突き放すような言葉に耳を疑った。なんでこんないきなりつっけんどんな態度なんだ？今日は結婚挨拶なんじゃねえのか？あ、そういえば兄は私が12歳の時から親代わりになって育ててくれたんですよ。理恵が慌てたように俺をフォローしてくれるが、婚約者の父、天野はそれを鼻で笑った。へっ、裏社会も知らないガキは消えるわ。喧嘩すらできない雑魚野郎だろう。は？思わず心の声が漏れてしまう。今日は理恵が主役なんだからおとなしくしようと思っていたのに失敗してしまった。天野はまだ俺のことを見下すような視線を向けてきている。聞こえなかったか。じゃあもう一回言ってやるよ。本当の親にもなったことないくせに親代わりなんて笑わせてくれるじゃねえか。何にも知らないガキのくせに調子乗ってんじゃねえぞ。天野がいきなり怒鳴り声を上げる。俺も理恵はともかく婚約者の雄大も驚いた顔をしていた。なんで急にそんなこと言い出すんですか？この結婚に反対だって言いたいんですかね？そもそも俺はこんな結婚に最初から反対だったんだよ。親もいないような女なんか結婚する価値ねえだろうが。もっといい女連れてきてやるって言ってんのに、こいつが聞かねえからよ。仕方なくわざわざ四国からこっちに来てやっただけなんだ。天野がペッと唾を吐き捨てる。こんな態度一般人だったら取るはずもないだろう。理恵の方を見ても同じように不安そうな顔で雄大を見るばかり。しかし雄大は理恵や俺と視線を合わせないようにそらしていた。どうしてだろうと思ったらすぐにその答えが分かったのだ。俺は四国のヤクザ、自動組の組長だぞ。てめえら一般人となんか結婚するわけねえだろうが。どういうこと？自分のお父さんは会社を経営している人だって言ったよね。それなのにヤクザの組長とか、なんとか言いなさいよ。理恵が雄大を問い詰めるが、それでも雄大は答えない。というよりは答えられないのだろう。無理だって言ってやれよ、雄大。お前はこの女のことをずっと騙していたんだもんな。俺が関東に進出するためにこんな機会を作ってくれたんだろう。父親である天野の言葉にもピクリとも動かない。ずっとうつむいて唇を噛みしめているだけだった。雄大、なんとか言ってよ。あなた、私のことをずっと騙していたの？もういいよ。やめろ、理恵。嘘をついていたことがバレたんだ。まさか自分から嘘ついてました、なんて答えるやついないだろう。俺が理恵をなだめようとするが、理恵は納得がいかないらしい。信じられない。自分が嘘をついていたのがバレて、自分は黙ってるんだ。最初っから私と結婚する気なんてなかったんだね。その言葉にやっと雄大が反応するものの、すぐに天野がそれを遮った。
お前も人を見る目がなさすぎるんだよ。なんで雄大が真実しか言わないと思った？こいつだって腐ってもヤクザの息子だ。自分のために嘘だってつくだろうよ。兄貴が雑魚なら彼氏は嘘つきってか。散々な人生だな、姉ちゃんよ。雄大は確かに嘘つきかもしれないけど、兄は違います。兄は雑魚なんかじゃなくて、私をしっかり育ててくれた立派な人です。それ以上悪く言わないでください。そういうのが甘いって言ってんだよ。妹に守ってもらうような兄貴がかっこいいだなんて思えるのか。悪いけど俺はそう思わねえな。そうやって俺のことを鼻で笑った後、思いついたように手を叩いた。そうだ。どうしても雄大と結婚したいんだったら、兄貴と縁を切れ。は？どうして私が兄と縁を切らないといけないんですか？なんでってお前、そりゃあこんな情けない奴が身内なんて思いたくないだろう。こんなに弱々しい兄貴ならいない方がマシじゃねえか。悔しさが限界に達したのか、リエの目から涙がこぼれ落ちる。その状態で顔を真っ赤にして、俺の代わりに天野に対して怒ってくれた。兄は本当に立派な人なんです。自分だって遊びたいはずなのに、いつも私のことを優先してくれてた。そんな人と縁を切るですって？そんなことできるわけないでしょ？だったらこんな結婚は許さない。話は以上だ。まだ終わってません。終わってるっての。俺はこれから忙しいんだよ。なんてったって、これからうちの次郎組は、これから関東に進出するんだからな。もう話すことはねえから出て行け。雄大もそれでいいな。雄大は依然として悔しそうにうつむいているだけ。もう俺も我慢の限界が近かった。立ち上がって天野に近づく。しかし天野は余裕そうな顔をするだけだった。それ以上好き勝手言わせるわけにはいかないんだよ。俺だって大事な妹のことをこんなにけなされて黙っていられるほどおとなしくないんでな。ガキが調子に乗ってんじゃねえぞ。お前さてはヤクザの恐ろしさを知らないんだろう。黙って出て行けよ、アマちゃんが。勝手なことばっかり言わないで。あなたにお兄ちゃんの何がわかるの？お兄ちゃんってお前いくつだよ。そんな風に兄貴に甘ったれているからこそのこの結果なんじゃねえか。リエが悔しそうに唇を噛みしめる。そんな姿を見て俺も少し冷静になっていた。もういい、やめろリエ。こんな意味のない言い合いをしても無駄だ。でもお兄ちゃんは悔しくないの？悔しくないわけじゃないさ。俺だって一生懸命お前を育ててきたんだ。それを踏みにじられた気はする。だからこそ、お前の望むことは叶えてやりたいんだ。そう言って、天野の方を見る。俺はリエと縁を切る。本当は好き同士で結婚するって話だったんだ。そこに俺がいることで文句があるんなら、俺が消えればいいだけの話だろ。なんでお兄ちゃんが縁を切らなきゃいけないの？私は絶対そんなの嫌だよ。リエが叫ぶと、天野は高らかに笑った。そりゃいいや。お前が縁を切るんなら、雄大たちは結婚させてやるよ。それで俺は、このまま関東に進出だ。次の瞬間、天野の拳が俺の顔面を捉えた。なあ、親代わりとかなんとか言ってるくせに、結局そうじゃねえか。食ったらねえ正義感だけで、一丁前な顔してんじゃねえよ。もうやめてよ。私はもう結婚しなくていい。だから私と縁を切るなんて言わないでよ。倒れている俺にリエが近づいてくる。俺はゆっくりと立ち上がり、リエの肩に手を置いた。何言ってんだよ。お前は幸せにならないとダメだろ。でも縁を切るなんて絶対嫌だよ。ほらほら、どうするお兄ちゃん。自分の妹の幸せを願うのか、
それとも奪うのか。俺たちが大きな物音を立てすぎたせいか、店内がざわつき始めていた。あのさ、あんた俺のことを何も知らないガキだって笑ったよな。ああ、そうだよ。実際何にも知らないガキなんだからさ。そう言いながら、天野は拳を振り上げる。その拳を捕まえて、握りしめながら睨みつけてやった。てめえ、何のつもりだ。こんなことして勝ったつもりかよ。別に、そういうつもりじゃありませんけど。そう答えながら、捕まえた拳を背中側に持ってきて締め上げ、関節技を決める。痛みに顔が歪んでいる天野が叫んだ。何しゃがんだクソガキ、この手を離せ。何も知らないクソ野郎が。ムカついたので、もう少し力を加えながら答えた。こう見えても俺、関東を牛耳る次期若頭ですが。はあ、お前がヤクザだと。笑わせんじゃねえよクソガキ。てめえみたいなのがヤクザなわけないだろ。それとも関東のヤクザってのはみんなお前みたいな甘ちゃんなのか。俺に腕を取られているというのに、まだそんな世まい事を言っている天野。もう少し力を入れると、痛いっつってんだろ、いい加減離さねえかとわめき散らしていた。離すわけないじゃないですか。ゆっくり語りましょうよ。っていうか、四国のヤクザってこれくらいで値を上げるんですか。案外根性ないんですね。こっちじゃチンピラでもこれくらいじゃ騒ぎませんよ。舐めた口聞きやがって。そんな嘘ついてただで済むと思うなよ。そうわめき散らす天野だったが、そこへ俺の助っ人が現れた。高え店でゆっくり飯食おうと思ったのに、ギャーギャー騒いでんじゃねえよ。個室のドアを開いて現れたのは、俺が所属する組の組長だったのだ。なんだよ、誰だよてめえは。俺が誰かって、簡単に言えばそいつらの親父みたいなもんだな。そんで関東を牛耳る瀬岡組の組長だ。なんだそりゃ、聞いたこともねえ組だ。やっぱお前ら俺が知らないからってはったりこいてんじゃねえか。天野が疑いの眼差しで俺や組長のことを睨んでいた。しかし組長がその程度でひるむわけもないのだ。なんだ、お前ヤクザみたいな口調のくせに俺のことを知らねえんだな。ってことはお前関東の人間じゃねえな。組長が冷たい視線を天野に向けている。それよりも俺は偶然にしたって組長がこんなところにいることの方が気になっていた。組長、どうしてこの店にいるんですか？まああれだよ。子供のように可愛がってる理恵の結婚挨拶だからな。相手がどんな野郎か見定めてやろうと思ってきたってわけだ。ああ、なるほど。そういうことだったんですね。そしたらギャーギャー騒いでるから、せっかくの結婚の挨拶なのにって思って様子見に来たらこの状況だったってわけだ。それであんたは何者だ？状況的には新郎の父親なんだろうが。ああ、そうだよ。俺は雄大の父親で、正真正銘四国を牛耳る次郎組の組長だ。てめえこそ俺のこと知らねえなんて、やっぱりヤクザってのは嘘だろ。お前も結構諦め悪いんだな。俺は紛れもなく関東のヤクザだが、四国の人間だって言うんなら、俺のことを知らなくても仕方ないのかもな。そんな話をしていると、天野が俺の胸ぐらをつかんで叫び始めた。てめえに何がわかるってんだよ！俺が四国の人間だからわからねえって思ってんのか。舐めた口聞いてんじゃねえよ。だったらお前らがヤクザだっていう証拠見せてみろよ。まだ俺たちが冗談を言っていると思ったのか、鼻で笑いながらそんなことを言ってくる。何を言ってるんだという顔をしていると、天野が指を鳴らす。そっちが見せねえってんなら、
こっちが見せてやるよ。次の瞬間、10人を超える人数のいかつい男たちがなだれ込んできたのだ。どうだ、これが俺の本気だよ。俺は本気で関東を取るつもりで組員を何人も連れてきたんだ。それだけこっちには覚悟があるってことだ。そんでてめえらが本当に関東を牛耳ってるってんなら、俺がその組をもらおう。これで俺は大して戦力を使わずに関東すら手に入れることができるってわけだ。なだれ込んできた男たちが天野と一緒になって笑っている。あまりの異様さに店内にいた他の客たちはどうやら出て行ってしまったようだ。おいおい、店の迷惑になるようなことしてどうすんだよ。そんなことばっかしてっから、これだからヤクザもんはって言われるんだ。そんなもん関係ねえな。やりたいように好きなことをやる、それこそが真のヤクザ流ってもんだろ。その光景を見ていた理恵がボロボロと涙を流しながら叫ぶ。もうやめてよ。こんなことなら結婚なんかしなきゃよかった。こんな人関東に呼ばなきゃよかったよ。今さら後悔したって遅いんだよ。そもそもてめえが雄大に騙されるのが悪いんだろ。愛だけでどうにかなる世の中じゃねえんだよ。理恵のことをけなす発言に切れそうになるが、その俺よりも先に組長の堪忍袋の尾が切れてしまったようだ。てめえ、誰に向かって口聞いてんだ。四国のヤクザだかなんだか知らねえが、ちょっと調子に乗りすぎだぞ。一回痛い目に遭わないとわがねえが。どうやって俺のことを痛い目に遭わせるってんだ。そっちは二人しかいないだろうが、こっちには10人以上いるんだよ。これで勝てると思ってんだったら、相当頭がお花畑だな。次の瞬間、組長が素早く天野の胸ぐらをつかみ、逆の手で天野の両手を背中側に回して動きを封じ込めていた。頭お花畑なのはどっちだ。こんなに簡単に距離詰められて恥ずかしいとは思わないのかよ、ヤクザのくせに。てめえこの野郎。その叫び声で周りにいた男たちが組長につかみかかったが、飛びかかってきた全員が両手の塞がっている組長によって蹴散らされた。はあ、何がどうなって。てめえが考える必要はねえよ。痛い目に遭いたいんだろ。ほら、望み通りにしてやるからこっち来いよ。組長は関節技を決めたまま天野を外まで引きずり出す。店先に出されて放り投げられた天野は受け身を取ることもできずに転がった。ほらよ、まずはどうしてほしい。さっきまで関節決めてた腕をもういっそのこと折ってやろうか。それとも逃げられないように足をボキボキに折るか。どれがいい。お前に選ばせてやるよ。四国じゃお前より強いやつなんていないんだろう。ちょっと待ってくれ。そんな急に言われてもわかんねえって。天野が慌てて顔の前で手を振って拒絶する。しかし組長は顔色一つ変えずに天野の首根っこを掴んだ。自分で選べねえなら俺が選んでやるよ。そう言って手を挙げると、近くに止まっていた黒塗りのセダンが近くに止まる。この車は組長がいつも使っている車だ。ほら乗れ、面白いとこ連れてってやるから。いやだ、やめてくれ。こんなことをしてただで済むと思うなよ。四国に戻ればさっきの何十倍もの子分がいて。はいはい、じゃあ連れてきてみろよ。でも逃げられるのはだるいから、どうせなら片方ずつと言わず両手足を折っておくか。何も答えなくなった天野を鼻で笑い、組根っこをつかんだまま車に乗せる組長。天野は抵抗むなしく、あっさり車に乗せられてしまった。お前も乗れ、事務所に戻るぞ。はい、わかりました。俺だけが車に乗り込み事務所へと向かう。理恵には心配しなくていいからというメッセージだけ送っておいた。
個室を出るときに今日の支払い分くらいの金も置いてきたし大丈夫だと思う。事務所に到着すると組長が天野のことを引きずり下ろした。なんだこのでかいビルは。見りゃわかるだろう、俺の瀬岡組の事務所だよ。田山がうちの事務所であるビルを見上げたまま膝を折る。どうやら心も折れてしまったらしい。次の瞬間には額を地面にこすりつけて土下座を始めた。頼む、この通りだ。さっきのことは悪かった。俺が全面的に悪かったよ。それは認める。だからこれ以上俺のことをボコボコにするのはやめてくれ。謝って済むと思ってんのか。自分が何を言ったのかよく思い出してみろよ。うちの次期若頭である良平によくも雑魚だなんてくだらねえこと言ってくれたな。青ざめて震える天野を追い詰めていく組長。俺は少し天野と話がしたいと思って近づいた。おい、何してる良平、やめろ。だがそれが俺の間違いだったのだ。関東を牛耳るヤクザだ。調子に乗ってんじゃねえぞガキが。そんな風に偉そうな口を聞きてんだったらこんなあっさり捕まってんじゃねえよ。天野に足をつかまれてしまいそのまま倒れてしまったのだ。ざまあねえなクソガキ。組としては関東を牛耳ってるのかもしれねえが、お前自身は雑魚も雑魚。あんたもこんなやつ若頭にしねえ方がいいぞ。こんなやつが若頭を務める組なんて俺じゃなくても乗っ取られちまうからな。天野が高笑いをすると組長がはーとため息をつく。だから近づくなって言ったんだよ。こういうやつはすぐ卑怯な手を使うんだからよ。まともに会話ができると思ったら大間違いだぞ。すみません。俺の背中には天野が馬乗りになっている。苦しくてもがいていると天野がさらに力を入れた。さっきあいつにやられたのは痛かったな。だからお前にも同じことしてやるよ。そう言って俺の腕を背中に回し無理やり関節を決めてくる。格闘技を習っていないから本当に無理やりで折れてしまうんじゃないかと思ってしまう。ほらほら、やめてくださいって泣いて謝れよ。そうすれば話してやらんこともないぞ。じゃなけりゃこのまま折ってやる。謝るのが嫌ならこの組をよこすんだ。この組をよこせって何言ってんだあんた。この組は俺のものじゃないし、あんたに渡すわけないだろ。てめえに言ってんじゃねえよ。さっき俺を痛めつけてくれたあいつに言ってんだ。おい、聞いてんのか組長さんよ。返事くらいしたらどうなんだ。お前がうんとかすんとか言わねえと、こいつの腕は使い物にならなくなるぞ。好き勝手言っている天野に腹が立ったが、組長は黙って俺たちの方を向いたまま動かない。組長、こんな奴の言うことに耳を貸さないでください。どうせ腕を折るってのもはったりです。こんな奴にできるわけがない。ずいぶんなこと言ってくれるじゃねえか。そう思うならやってやろうか。てめえのこの貧弱な腕、二度と使えねえようにしてやるよ。天野が腕に力を込める。おい良平、もういい。何言ってるんですか組長、いいわけないでしょ。この組は組長のお父さんやその先代たちが守ってきた組なんですよ。それなのに俺のせいでこんな奴に渡すわけにいかないでしょう。そうは言うが、本当に腕を折られたりしたら面倒じゃ。俺は本当に大丈夫です。腕は折られても治ります。でも組は奪われたら取り返すのは難儀でしょう。ずいぶんな言い方だなガキ。どうしても折られたいんなら思い通りにしてやるよ。でも綺麗に治るなんて思うなよ。再生不可能なくらいボロボロにしてやる。関節や骨がきしんで痛みで胃の中のものがこみ上げてきた。いいんだな、このままマジで折るからな。だが次の瞬間突然腕が楽になる。
起き上がるとさっきまで俺に馬乗りになっていた天野が地面に転がっていた。どうしてお前がここにいるんだよ、リエ。組長のそばに立っていたのはここにいないはずのリエで、思わず叫んでしまう。心配しなくていいっつったのに、なんで来たんだ。しかもリエだけじゃなく雄大くんまで。どうなってんだこりゃ。これ以上お兄ちゃんにひどいことしないでください。それと私たちの結婚にも口を出さないこと、それを守ってくれるなら見逃します。リエが整然と天野に告げる。しかし天野はすっと立ち上がってリエのことを見下ろした。てめえ、誰に何をしたか分かってんだろうな。雄大、お前もだよ。俺にこんなことをしてどうなると思ってんだ。今までずっと俺の言うことに従って生きてきたお前が、27にして反抗期かよ。反抗期とかそういうのじゃありません。雄大さんは自分で自分の人生を選んだんです。あなたとは決別して、私と一緒に人生を歩むって決めてくれたんです。リエの言葉を聞いた天野が雄大に向かって歩き出す。俺に逆らうってことか。てめえ、親父を捨てるのがどれほどの大罪か教えてやろうか。口で言ってもわかんねえだろうから、直接体に教えてやるよ。俺には逆らえねえんだって、改めててめえに刻んでやる。痛みとしてな。しかし、天野が伸ばした手はリエに弾かれてしまう。怒りが頂点に達している天野は、とうとうリエのことを突き飛ばした。人んちのことに首突っ込んでんじゃねえよ。てめえには関係ねえだろうが。雄大と結婚する、そんなの認めねえよ。あいつは一生俺の駒だ。てめえなんかに渡してたまるか。突き飛ばされたリエが体勢を立て直し天野に突進。その勢いで倒れた天野が立ち上がろうとすると、すぐさまリエがその頭を押さえつけた。それこそあなたにはもう関係ないでしょ。いつまで子離れできない父親でいるつもりなんですか。雄大さんはもう自分で何でも選べるんですよ。あなたになんか頼らなくても。これ以上雄大さんを縛らないでください。このまま結婚して幸せになれるなんて思うんじゃねえぞ。どこまでだって俺が追いかけててめえらの幸せを奪ってやる。俺は四国を牛耳る次郎組の組長だ。それを忘れるなよ。お前がどこまでも追いかけてくるってんなら、やっぱりお前も消さないとな。組長が天野の隣に立って告げると、リエに踏まれながらも何とか顔を上げる。てめえには関係ねえ話だろうが。全く関係ないってわけじゃねえだろう。探しに来るってんならお前じゃなくて、お前の子分たちも来るんだ。ってことは実質、四国のヤクザがうちの島を荒らすってことになる。そんなの俺が許すとでも思ってるのか。それは確かにそうだが。そうだろう。だからそうなる前に俺がきっちり肩をつけないとな。リエ、もうその足どかしていいぞ。あとは俺がやる。お前がここまでする必要はないんだよ、本来はな。でも私もお兄ちゃんのことをけなされてイラッとしていたから。雄大さんがこの人じゃなくて私と一緒にいるって約束してくれたから、もういいかなって思って。組長に格闘技習っててよかった。リエがまだ手を離さずに笑うと、天野は半分観念したような弱々しい声を上げた。雄大、お前本当にそれでいいのか。俺はずっとお前のことを大事に大事に育ててきたんだぞ。いずれうちの次郎組の後継者になるだろうと思って一生懸命育ててきたんだ。それなのにこんな裏切りをしていいと思ってんのか。雄大がゆっくりとうなずく。天野がギリッと歯を食いしばって押さえつけるリエの手に対抗し始めた。どいつもこいつも俺のことを舐め腐りやがって。俺がこんなもんに屈すると思うなよ。俺は次郎組の組長なんだ。そんなこと言っても
うちの妹に押さえつけられるような組長嫌ですけどね。てめえは黙ってろ。さっき俺に足つかまれて転んだくせに、今この場で一番ダセーのはてめえなんだよ。確かにそうだな。リエの方がよっぽどしっかりしてるわ。もうお兄ちゃんのこと悪く言わないでって言いましたよね。それにもうあなたは他人なんですから、人んちのことに口出さないでください。雄大さんが縁を切るって言ったんだから、あなたはもう義理の父親でも何でもない。私ももう容赦しませんから。まだ抵抗している天野をまたしても組長が首根っこをつかんで立ち上がらせる。やめろ、もう話してくれ。話せだと？そりゃ随分と上からの物言いだな。お前をこのまま国に返したら今度は大軍連れてきそうだしよ。本当はお前なんかに関わりたくねえんだが、もっと面倒なことになるのはごめんだからな。お前はこっちで処分することにするよ。天野が動けなくなったのを確認し、俺は雄大に近づく。覚悟を決めた表情を浮かべていたが、最終確認のためだ。お前は本当に親父を捨ててまで理恵と一緒にいたいと思ってるのか？おい雄大、違うよな。お前は本当は俺のことを後で救ってくれるつもりだろう。一旦はここでいい顔をしといて後から寝首をかくんだよな。ちょっと物騒なこと言わないでくれる？それに雄大さんの覚悟は本物だよ。私たちを裏切ったりなんかしない。はっ、さっきまで雄大に騙されてピーピー泣いてたくせによ。また雄大に騙されているとも思わずに簡単に信用してんじゃねえよ。いい加減黙ったらどうだ。今良平がお前の息子に確認してるだろ。さすがにあいつも顔見りゃ嘘か本当かくらいわかるさ。お前の息子が俳優レベルで演技が上手くなけりゃな。後ろで三人が騒いでいるが、俺はしっかりと雄大を見据えた。どうする？多分お前の親父はこのまま処分される。二度と帰ってくることはねえだろ。それでも理恵のことを選ぶのか？俺の問いかけに雄大がゆっくりと覚悟を決めた顔でうなずく。それを見た俺は天野の方を振り返った。なんだよ、そんな顔をして俺をどうしちゃってんだよ。どうもこうもありませんよ。組長の言う通り、このまま野放しにするのは危険ですしね。俺も相当情けない兄貴ではありますが、あなたほどみっともなくはない。雄大君も理恵のことを大切にすると言ってますし、俺は二人を応援しますよ。だからこそ、あなたがこれ以上邪魔できないように、あなたを消します。天野が目を見開くと、組長が口を開いた。というわけで、ここは関東流で処分させてもらうから、安心しろって。店に押し寄せてきたお前の子分どもも同じようにしてやるからさ。天野はまだギャーギャー騒いでいたが、事務所の中から組員たちが飛び出してくるとかなわないと思って土下座を始める。しかしそれも取り合ってもらえることもなく、車に乗せられどこかへ運ばれていった。口数が少ないからひ弱なんだと思ったけど、ちゃんと親父たちが連行されていくのを見送る胆力はあるんだな。しっかりと天野たちの乗った車を見送る雄大に感心してしまう。その後天野たちは組長によって処分されたようで、俺や理恵たちの前に姿を現すことはなかった。そして組長はもともと天野が仕切っていた次郎組を乗っ取り四国へ進出している。やっと結婚式当日だな。いろいろあったけど、二人が幸せそうで何よりだよ。それもこれも、お兄ちゃんと組長が力を貸してくれたからだよ。俺は別に何もしてねえよ。むしろ天野にボコボコにされて、情けねえ兄貴だ。そんなことないよ。お兄ちゃんは若い頃から私のこと育ててくれたんだから。そのおかげで、婚期逃し続けてて。それとこれとは話が別だろ。はいはい、でも本当によかった。お兄ちゃんが私のお兄ちゃんで。リエ、
うおー、ありえー、綺麗だな。新婦控え室に入ってきた組長が結婚式の前に泣き出してしまった。俺とリエはそれを見て笑う。これからもリエのことを守り、自分自身も幸せになろうと改めて心に誓った。そして念願の結婚式での挨拶を終え、俺は満たされた心で帰宅するのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。